はい皆さんこんにちは、えー、今日はね二項定理という展開公式についての説明をしていきますまず二項定理を確認していきましょうはい1の 3NCR と二項定理と書いてあります二項定理というのはね a+b の括弧の n 乗の展開公式のことなんですいいですか かっこの n 乗の展開公式のことね。今まで習った展開公式は。ここの n が三までだったんです。a プラス b のかっこの三乗とか。a マイナス b のかっこ三乗。ここまでは公式があったんです。でも、この n が四以上になってくると。この二項定理というものを使って。展開整理していくわけです。うん、長い式ですね。それはね。ここの n が文字で書かれているから。でも、心配しなくていいの。なぜか。ここの n は実際には四とか。五とかね。 最大六くらい問題に出てくるのは N は四か五か六くらいです最大ねはいずっと長い式ですけどもこのポイントを先に見てください A たす B かっこの N 乗の展開 NCR の入り方と AB の右方を見るって書いてあるんですはい A たす B かっこの N 乗イコールで始まりますまずここね NC0 が最初その次が NC1 その次が NC2 その次が省略されているけど、N C 三と入ってきます。どん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 、N C 三、N C 四と来て、ラストの方は N C N 引く一、最後は N C N で止まります。これが N C R の入り方です。では A B の右肩を見る。A、三角えー、っと赤の三角マークをつけておきました。この赤の三角マークの A だけを優先してみてください。A は N 上で入る。A の N 上ね。次 A の N 引く一上。 その次次数が1個下がって A の n く2乗 A はどん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 次数が下がってラストの方に来ると A の1乗 A がいないという形になります。では B の右肩を見ると最初はここね B はいません B いません B はいない次 B の1乗その次 B の2乗。 B の3乗ねずーっと B の方は右肩の次数が上がっていくわけ上がって上がっていくわけ最後の方で B の n-1 乗最後の止めが B の nn 乗という形ですこれがね二項定理という、えー、展開公式なんですけどもその前にね NCR の復習をちょっとやっておきましょう NCR の復習ね。実際に NCR ってどこで習ったかっていうと数学 1A のところの場合の数のところで組み合わせのところで習ったんです組み合わせね。まず NCK で書きますね。なぜかっていうとね NCR って書くと N と R がちょっと区別がつきづらいのだから NCK で書きます。NCK というのはどういうものだったか覚えてるかなえっ、ー、と分母はね1 × 2 ×二かける 3かける点点点かける k までの積ね。分母は1から k までの連続する自然数の積。分子が重要なのよ。n から始まるのね。次 n より1つ小さい n 引く1が入るわけ。n n 引く1ね。そして n 引く2ね。どん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 1個ずつ1個ずつ1個ずつ小さくなってきて、最後が n マイナス k プラス1です。n マイナス k プラス1ね。 えとここのところは重要なのはね分子もねこの公式を覚えるんじゃなくて言葉で理解してください分子の方は n から始まって数が1個ずつ小さくなる稽古の積です稽古の積ね n n く1 n − 2どん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 かけていくんだけど稽古の積で止めるんだよちゃんとねそしてその中で重要なものねこれは公式として覚えちゃいましょう nc0 と ncn は1なんです nc0 と ncn は1ねこれに当てはめて計算してあげるとねそしてあともう一つこれも nc1nc1 と n c と N. C. N. 引く一ね。これもここに当てはめて計算してあげると、何が出てくるか、N. になるんです。この二つはね。うん。あのー、公式として覚えておくと、二項定理を使って展開するときに、非常に楽になるんです。はい、思い出したかな、N. C. K. の計算式。N. C. 0と N. C. N. は1覚えよう。そして、N. C. 1と N. C. N. 引く一は N. ね。この赤線と赤波線はしっかりと覚えておいてください。二項定理はこの。 数がよきく変わりますんで、はい、それでは復習コーナーはここまでです。はい、ではね、二項定理を使った具体的な問題を例題でやってみましょう。えー、例題の目標はね、カッコ2なんです。x プラス1のカッの4乗ね、さっきの a プラス b カッコの n 乗の右肩側の n が4になってるだけなんです。4ね、n が4だよ。そうするとね。 この展開公式に現れるコンビネーション NCR とか NK c ってやつねそれは 4C04C14C24C34C4 ねこれらがフル登場するわけです。まず先ほどの復習のところでやったようにこの値がちゃんと計算できるかどうかそこの確認から始めていきます。4C0 ね 4 4イコール1とこれはさっき復習コーナーのようなものを設けたけどもそこで赤線を引きましたねそれを使ったわけです。そして、えー、次が4と4これ4ですね先ほどの復習のところで赤線と赤波線を引きました。その値を書き込むんです 残っているのはど真ん中、ど真ん中、4c2 だけなんです。ここはちゃんとね、4c2 の計算をやらないとまずいわけです。はい、4c2 ね、分母は1かける2です。分母は1かける2、これちゃんと書くんだよ。そして分子は4から始まって2個の積に落としていくわけです。4かける3です。そうすると2と4が訳されて。 ここ2になるね六なんですねはい思い出したかな、えー、組み合わせのところでやった NCR N コンビネーション R とか NCK N コンビネーション K の計算公式を使っていくだけですはいでは括弧二番に入っていきます括弧にはどうなるかね。x たす一の括弧の4乗だよねはいそのまんま まず 4C0 から入るんだよ 4C0 4C1 の入り方が大事になるわけ 4C0 から入る最初は X の4乗ですその次 4C1 に変わってきますそしてここは X の3乗ねでもここは省略せずにける1ね後ろにいるね二項定理で先ほどねこういう記号を使ったの、えー、赤三角と 赤三角と赤丸を使ったわけそれに従ってこの1も書いていきますいいねはいその次が 4C2 X は X の方は4乗3乗2乗と次数が下がっていって逆に1はいない1の 1, 1の1乗1の2乗と上がっていきますはいその次はいよいよ 4C3 4C3 の X の1乗ね 1> で1の3乗になります。そしてラストが 4c4 が現れて x はいなくなる。ここが実は1の4乗なんです。いいですか。この1はね、1の、えー、1の1乗も2乗も3乗も4乗も全部1なんだけども、二項定理を覚えるためにちゃんとね、えー、赤三角と赤丸ねに合わせて書いたんです。そうするとほら 4c0、4c1、4c2、4c3、4c4 って上に具体的に係数が出てますね。これを代入すればいいわけ。 だからこの四 c ゼロからスタートして四周四 c 四で終了するだったらここに出てきてるね四 c ゼロから四 c 四までを最初に計算しちゃうと計算が早くなるんですはいではもうあとは答えですよはいまず x 四乗ね次が四 x 三乗プラス六 x 二乗プラス四 x プラス一で 点点点答えという形になってきます。ちょっとこの事情がかすれてるから、はっきりと事情言っていきましょう。はい、いいかな。四 c ゼロから四 c 四までを計算する。あとはね、ちゃんと四 c ゼロから四 c 四までの入り方、x の何とか乗の入り方、これをしっかり押さえておいてください。では例題の解説はここまでです。はい、では。 練習問題に入っています。先ほどと違ってここが２に変わっただけです。では覚えたての二項定理を使ってね、ｘ プラス２の括弧の４乗ね、はい。今回右肩の括弧の上は４乗だよ、４乗。だから ４ｃ ゼロで始まるの。いい？右肩が４乗だから ４ｃ ゼロからスタートします。そしてここに ｘ の４乗が付着する。その次は。 4c1 に係数はずれ込みます x の方は3乗になるそしてここから2の1乗が登場するわけですここから2の1乗ねはいその次次 4c2 がやってきます x の方は次数がガン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 下がります3乗から2乗に落ちました逆にここの2は2がいない2の1乗2の2乗と次数が上がっていきます よろしいかなここで 4c04c14c2 ね x の方は4乗3乗2乗お次は 4c1 だよね x の1乗ねで2の方は3乗まで次数が上がる最後は 4c4 が現れて2の3乗で式は終了するわけです。はいあの先ほど例題でさ 4c0 は 14c1 は4。 4C2 は6 4C1 は4 4C4 は1って押さえてあったよねそれを代入していくわけですはいじゃあ代入します 4C0 は1だから書かなかったよ 4C1 は4なんですね4る後ろは2の 2X3 乗ですはいその次 4C2 は6ですはいその次後ろは 4X2 乗です はい、4c は4です後ろは8、X、になってますかける 8x ね次 4c は1あとはここの係数ね4る2とか6る4が発生しますからそこのところを計算ミスなくしっかりと書いていきましょう。X、の4乗主にが 8x3 乗プラス 24x2 乗プラス 三十二 x 最後は定数項は八です。はい、練習問題いいね。これくらいのものがスラ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 できればまず大丈夫でしょう。二項定理ね。でも試験にはここが四乗じゃなくて五乗とかぐらいまでは出るから、五乗だったら五 c ゼロ五 c 一ね、そういうものをさっさっさと計算してポイ,ポイ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 と代入していくんですよ。 はいこの練習問題のテーマ意味確認できましたねでは練習問題の解説はここまでですはい今日の授業ではね新しい展開公式二項定理を習いました A たす B の括弧の N 乗という展開公式なんです非常に長い公式だけどもここだけしっかりしていてください NC0NC1NC2 つまり NCR の入り方をしっかり覚える そして前に来ているものと後ろに来ているものがねどういう形で入っていくかえ前の A が A は N 乗 N-1 乗 N-2 乗と次数がどん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 ん下がって,て最後1乗 A なしになる B は逆パターンね B は B がいない B の1乗 B の2乗と次数が上がっていって B の N 乗で締めになるとこの点をしっかり押さえて公式のいい覚え方を押さえておいてください。それれれででではははこ今日の授業は終わりにししますはい皆さんお疲れ様でした